皇子様、あ、それはよろしくないかと思います。よろしくないぞ。いや、まだ落ちてない、まだ落ちてない、全然落ちてないよ。一回だけだしいいじゃないか。いや、これは先っぽだけだしいいじゃんと言ってる男と通じるものがある。もしかしてこの女に性的関係を迫ってるのか、タルタリア。いいじゃないか、俺これでも結構うまい方だよ。言いそう、待って、言いそうだった、ちょっと待って、割と言いそうでちょっと困っちゃった。いや、落ち着こう。ああ、テンセルだ。声覚えてるの、かわいい、優しい。みんなはどう、元気かい。今のみんなはどうの言い方良かったよ監督、突然の監督、今の言い方良かったよ。 OK テイクで行こう。連絡も何もなかったぞ。え、なんか喋り方がお兄ちゃんだ、マジで。え、兄ちゃんと約束してくれ。一人称兄ちゃん好き。いや、でもまだ落ちてない。いや、いいっすね、兄ちゃん。うん、そう、そういう一面もあるんだね。うん、怒ってないよ、心配してるだけだから。あ、まっ、いや、落ちてないです。いや、まだ落ちてない、まだいや、まだ全然落ちてない、まだ全然落ちてないですけどね、まだ全然、もう今崖ですけどねいや、もう困り眉ダメだろう、これ困り眉で、怒ってないよ、心配して、いや、困り眉はダメだろう、これはね、ダメですね、これはダメですけど、まあ別にダメのだけですけどね。あら、寝てるわ、かわいいね。起こさないようにしよう。かわいい。寝てる。うわ、びっくりした。ああ、起きちゃおうから。起きなかったら死ななかったのにな。挨拶しようか。Hello? Hello ってどうだっけ ?Hello か。Hello? Hello? おー、なんか言葉通じたね。Can get some fishing fish?これ、なんて書いてんのこれ。これみんな。あ、ごめん、これ。ハローじゃなくて、これ、ヘルって書いてる全然違う意味になってるやん。これ、なんて書いてんのこれ。あ、魚取っていい?ダメ。No! ひひ。Sorry? Why? 天狗の責務は山林を保護する。釣りしていい?ダメです。No problem. Why? You need to buy. Buy. あ、違う。V じゃない。Buy. あはは、ちゃんと挨拶させてくれ。え、じゃあ何?僕、何?一番最初、この人になんか、何?地獄に落ちろみたいなこと言ってたの?もしかして。よう、旅人。稲妻っていう新しいエリアに行けるぞ。怪しい奴らに恐ろしい将軍。楽しみだな。新世代オープンワールド RPG、原神。風邪ひくなよ。だってさ、これさ、タルタリアさ、見た目からしてめっちゃ遊んでそうだしさ、戦闘狂だからさ、あ、めっちゃなんかそういう快楽主義の男なのかなと思わせておいてさ、あ、彼女ができたらさ、あ、でそれが家族になったらさ、めっちゃ大事にするタイプってことじゃ、もう無理だよこんなの。どうする、どうする。タルタリアは案外彼女大事にするタイプかもしれん。なんかごめんね、興味なくなっちゃったとか言って振るようなタイプかと思ってたら、案外これ愛情に対して大事にするタイプかもしれない、これは。なるほどね。いや、別に全然ハマってないですよ。タルタリアとさ、一晩きりの関係を持った後さ、お互いさ、こう、普通にさ、ま、あれは普通に一晩限りのアバンチュールだったねっていうさ、話になってさ、なかったことになるからさ、普通になんかお互い生活しててさ、
で、ある日さ、あ突然さ、あなんか職場の飲み会かなんかでさ、タルタリアと一緒になってさ、で、タルタリアとさ、なんかもう帰ろうと思ってさ、そしたらさ、タルタリアがさ、止めてくれないって言ってくるわけ。なんか宿がさ、見つからなくてさ、みたいな。でも自分で探して、悪いけど申し訳ないけど、明日早いからって言ったら、ねえ、俺たち仲良くしてたじゃないって言われた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 いで、なし崩しにもう一回抱かれたい。なし崩しで、もう一回抱かれたい。お願いします。いや、まだ落ちてないですけどね。まあまあ、まだちょっとセフレ止まりがいいかなぐらいのところですね。まだ別にセフレかな、ここまではね。いや、タルタリアと一晩限りの関係を持ちたいな。でもそれで、二回目、その飲み会終わりで、なんか、抱かれちゃって、で、その後、なんか、もうこれで本当に今度こそ終わりだ。ああ、もう最悪だ、一晩限りの男のはずだったのに、もう二回も寝ちゃったよってなってたら、ある日、お家帰ったら、タルタリアが部屋にいてほしい。で、タルタリアは、その二回目の時に、その私が、疲れ切って、セックスで疲れ切って寝た後に、鍵を、合鍵作っててほしいんですよね。で、それで入り込んで、なんだかんだで、なし崩しで、もう付き合ってるってことでいいんじゃないかな、みたいな感じになって付き合いたい！はい。歌よ、錦となれ！この件はわかるかい？女性の方も股間反応でキャラ決め、いや、おもろいな。いや、なんかさ、その、なんか最終的には、股間で、股間に聞けみたいなコメントよくあるじゃん。その好きなキャラみたいな。その好きなキャラクターは股間に聞いて決めろっていうコメントめちゃくちゃ多いと思うんだけども、確かに、まあでもそうなんじゃない？女性の人もやっぱ。やっぱ普通に、なんかキュンとくるんじゃないの？うん、当たり前だろやっぱもう、そういうことよ。そういうこと。やっぱなんかその、男性がすごい魅力的な女性に惹かれるのと同様で、その、女性もすごい魅力的な男性にやっぱ惹かれるわけだから、まあ、そうでしょ。うん。男性、女性関係ないよ。もう股間に従えってことよ、やっぱ。ロサリアちゃん使うか。やっぱエッチだわ、ロサリア。この後ろがいい。ああ、おっぱいナーフされちゃったから。前はブルブルだったのに。前は絶対もっと震えてたのにな。ショック。おっぱいナーフされちゃった。なんでロサリアは一人だけなの？今回はいいや。子供の教育に良くない。待って、なんかさ、なんかただでさ、言い回しがさ、すごいそれっぽかったのにさ、なんかセックスっぽかったのにさ、子供の教育に良くないって言い方はもうこれとどめじゃないですか。これはもう。まずい、これは。でもこのテウセルがこうやっているときに、なんか、私がそのタルタリアの実家に行くみたいな話があったとして、で、タルタリアの実家に行って、で、なんか、これ以上は、弟たちにバレちゃうからダメだよみたいな。いやー、実家行きて。でもお互いその気になっちゃって、声我慢できるよねって言われた。あー、我慢できないよ。声なんか我慢できるわけないだろう。名前は覚えてないけど。待って、一番キュンときてる。私のことを書いてたの、手紙に。え、私のこと好きってこと？ねえ、なんて書いてあった？悪口あったよ。めっちゃ気になるよ。悪口あったって書いてあるところまでがいいね。ないよ。気になる人がいて、一緒に旅をしてみたいってお兄ちゃんが言ってた。あ、落ちた。好きじゃん。気になる人って言ってたの？好きじゃん、私のこと。いや、これ今それ引くでしょ、こんなの。ガチャ、いないんですけど、タルタリア。なんでいないの？あ、イベント期間、はい。うわあ！うわあ！